ミュージア総合部門九州エリアファイナルオンライン授賞式。イエーイ。本日のですね、MC を、務めさせていただきます、その間にです。皆さんどうぞよろしくお願いします。ミュージア総合部門の、九州エリアファイナル、スクランブルズ賞のですね、授賞式を行っていきたいと思います。皆さん、どうぞですね、お付き合いのほどよろしくお願いします。なんとなんとですね、もう結果は出ておりますけども、結果の方お伝えさせていただきます。九州エリアの代表に決定したのは、ザ・フューズの皆さんです。みんな拍手。毎年恒例で、九州エリア限定でですね、特典をご提供いただいております、スクランブルズ賞ですが、ビッシュやですね、ビスであったり、あと豆柴の大群とかですね、そちらのですね、サウンドプロデュースをしていただいております、松隈健太さんがですね、なんとこの配信のですね、授賞式にもご参加いただいております。では早速ですね、紹介していきたいと思います、松隈健太さんです。どうぞ。こんばんは。どうも皆さ ん松隈です。どうも。今回九州エリアファイナルですね、映像の方見ていただいたと思うんですけども、せっかくなんで松隈さんの方から一言ずつですね、あのアーティストの方々にちょっとコメントをいただきたいなと。よろしくお願いします。宮崎のフロア代表のラチェットさんをまず拝見しまして、やっぱ風格が違うんですよ他のバンドと、やっぱこのバンドのこの4人このメンバーでしか出せない空気感みたいなものがすごくやっぱりロックという形で表現されていて、僕は好みでしたね。2組目が、ザ・フューズさんですね。フューズさんはねすごくいい曲だなとは思いつつ、本当にそのバラード曲で勝負するんであれば平井堅さんじゃないけど大王みたいな人がいるじゃないですか、そういうのにと比べられてしまうので、勝負曲に持ってくるにはちょっと弱かったのかなという感じはしましたね、僕は。3組目は福岡のグラフ代表の、清水真紀子さんでしたね。清水さんは、すごく、あれですよね、セクシーでしたよね、なんかね。ギターも上手でですね、歌も上手で、とてもレベル高いなと思いました。で、やっぱりその、椎名林檎さんとかと比べられやすいのかなと思ってまして、そこに勝たなきゃいけないので、もう一つ二つ突き抜けるものは欲しいなというところはちょっと感想ですね。4組目ユーテロ代表ですね。福岡のユーテロ代表のサコヤンズさんですね。サコヤンズさんはですね、楽曲がとにかく素晴らしかったですね。オルタナティブな感じなのにサビでものすごいポップになるんですよ。このバランスっていうのはこのものすごい素晴らしいなと思いました。5組目は、福岡のグラフ代表の松尾千佳さんですね。歌唱力もあって、あと声量がすごいなと思いました。会場で見たらとてつもない迫力で歌ってらっしゃると思うんです。ただし逆を言うと、映像で僕みたいに見たりとかラジオとかサブスクで聞かれた時にそのパワーとかって伝わらないじゃないですか。現場にいないと伝わりづらい。はい。ってなった時に正直楽曲の持ってる世界観とかテンポ感がちょっと地味に映るかな。あの場にいないとそれが説得力がないんじゃないかなと思ってまして。上に行ける曲を期待かなというキラーチューンみたいなね、ちょっとそういうのを期待したかったかなという、今回の曲だとちょっとなんか地味に聞こえてしまうというかね、そんな印象もありましたね。続いて6組目ですね、こちらもユーテロ代表のベルボトムフロームエイティーズさんですね。あの古い懐かしいもう本当に好きなこと貫いてる感じがあって、かつポップさもあったので、すごく僕は好感触でしたね。マニアックでありつつ、ポップ感もあるみたいな楽曲でしたね。はい、ちょっと最後ですね、最後ですね、はい、宮崎の一緒に、宮崎のトラブルサムさんですね。熱いですね彼らは。MC の入りね MC から入ってましてね、熱い感じ良かったっすよ。
あの演奏もうまかったですし、あのメロディーもいいなと思いました。でこれはあのサウンドプロデューサー的に、な話になってくるんですけど、ライブで一言伝わってきてほしいなという言葉、キーワードがちょっと分かりづらい楽曲だったかなと思いました。キーワードみたいなのがズビシッとくるような楽曲が多分合うんじゃないかなと思いましたね、彼らには。そこがちょっとこう楽曲として、うん、ちょっとつかみづらかったので、結局熱いっていうのは分かったんですけど、もう一つ伝えてほしいなという感覚はあのサウンドプロデューサー的には思いましたね。まあ、今みたいな今説明した感じの曲作るときは必ずやっぱりそのキャッチするワードですよね、一言。そこに対してそのかっこつけない、キーワードに対していろんな言葉を散らしていくっていうのはすごくシンプルで伝わりやすい。いい曲ってそういう構造になってたりするんで、逆にそのキーワード以外はあんまり着飾らなくていいと思うんですよ。ありがとうございます、コメントいただきまして。はい、ちょっとスクランブルズ賞のですね、あの発表の前になんですが、九州エリア代表となったですね、宮崎フロアの、代表でありますザ・フューズのですね、ボーカルザ・フューズの健太さんにですね、本日は、つながっております。宮崎の健太さん、聞こえますか？こんばんは、ザ・フューズの健太です、よろしくお願いします。どうですか、はい、松隈さんからコメントいただいて。そういう言葉をあんまりこう言ってくれる方っていうか周りにいなかったんで、本当になんかそういう意見がたくさん聞きたいなって今回本当に思いました。早速ね、フューズの健太さん、はい、松隈さんの PR も込めてですね、はい、あのバンドの紹介を一応5人組のバンドなんですけど、僕ら一応素人が経験者たちに声をかけて結成されたバンドで、一応遠方の方にメンバーがいるので、ベースとドラムが千葉県にいて、で音源などデータで送り合って、で毎月ライブを宮崎でライブをやるんですけど、毎月ライブやって音源制作やってっていうのを宮崎発信でやってるバンドです。ちょっとね、せっかくなんで松隈さんもいらっしゃるので、はい、健太さんの方から松隈さんの方へ質問をねしていただければなと思うんですけど、僕らの地方のバンドが勝負していく時とかには、今のこの状況だったりとかっていうものも踏まえて、こうこれからどうアプローチをかけていけばいいのかっていうのを、松隈さんがその僕らの状況だったとしたらみたいなのがあれば聞きたいなっていう、はい、だからもう本当にオンラインでアピールしていくしかない時代かなとは思っていて、メジャーの世界も同じような状況になっているので、逆に言うとメジャーかどうかも関係ないし、東京か地方かもほとんど関係なくなってくるわけ、うん、だから逆に言うと地方だからといってデメリットはないと思いますよ。なんでそうね、やっぱりいっぱい曲作って、でオンラインでこう、はい、データのやり取りで曲作れるってもうすでにやってるわけだから、それも一つ武器なんやね。そうそう、そういうのはねたくさん武器になるから、かなり変わってきますからね、やっぱりアーティストっていうのもね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう一つぐらい質問いきましょうか。作曲とかの話になってくると思うんですけど、はい、作詞とか作曲の時にこう松隈さんがもしこう何か芯に置いてる何かがあれば、それを一つ聞きたいなっていう。これはまあ人それぞれなんで、僕の場合の、はい、まあ、一応作曲家として仕事をやってるので、やっぱり音を売ってるわけじゃないですか。だから料理人と同じで、お客さんに食べてもらうものを売っているので、はい、とにかく自分が好きなものを作るっていう感覚は僕は持たないようにしてます。自分も好きでお客さんも好きなものを作る。僕の音楽はカレーかラーメンだと自分で言ってるんですけど、みんな好きじゃん、だって。そういうものが僕はポップスだと思ってるので、ただ普通のカレー作ってもみんな作ってるから、はい、カレーの具材を変えたりちょっと、ね、出し方を変えるっていう作業だと思うんですよ。だけどバンドマンってなんかこう他と一緒になるのは嫌だみたいなところもあるので、はい、謎のパクチー料理とかを作りがちなんですよ。
逆にあの流行ってるタピオカ料理とか作っちゃう系になるわ。タピオカ屋さん出しちゃうわけですよ。あんまりその今のアーティストとをそんなに意識してないっていうか、はい、うん、いいんだか悪いんだか分かんないけどね、流行りにあんまり意識してないかな。はい、ありがとうございます。どうですか健太さん、あのこの貴重な質問、いやめちゃくちゃ回答いただきましたけど、めちゃくちゃ参考になったところじゃないですね。はい、じゃあご出演、誠にありがとうございました。ビューズの健太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もう本当ね、長丁場いろいろお話ししてくださって本当にありがとうございます。もう これでね、スクランブルズ賞のね、発表等々いよいよいきたいと思うんですけども、今年のですね、2020年総合部門ミュディア、九州エリアファイナルの、スクランブルズ賞の発表です。ドルダン、ごめんなさい、該当者なし。じゃあこれではちょっと理由がありましてですね、毎回ね、九州ファイナルと全国ファイナルはね、僕も足を運んで、はい、全バンド同じ条件で、そのもう楽屋の緊張感も覗いたりとか、その日にかける思いみたいのもこう覗きながら直接見て、ちょっと声をかけたりしながら、こう現場で見るじゃないですか。で、音楽も現場で聞く。これで今まで審査して、で、まあ一番気に入った方にね、スクランブル賞を与えていたんですけれども、まあ今回どうしてもね、こういう映像審査になってしまい、各こう皆さんのね、こう思いみたいなのもビシバシ映像からも伝わるんですけれども、やっぱりこう条件が違うので、そういうのを考えた時にどうしても松隈賞、スクランブルズ賞っていうのだけはね、どうしても決めれなかったですね。申し訳ない。なるほど。はい、音源の、まあ、自信のある音源を何曲か聞かせていただいて、はい、YouTube でもいいですけどね。はい。うん、それでもう一回審査させていただけないでしょうか。あ、それはぜひお願いしたいですね。いいですか。はい。2曲ずつ。ありがとうございます。松隈スクランブルズ賞として福岡のスクランブルズのスタジオで1曲かな、はい、無料でレコーディングをプレゼントします。ニューディア、その、ね、スクランブルズ賞延長戦という形で、はい、ちょっと音源の方と、まあ、音源がない場合はYouTube で、まあ、そうですね、これぞ自信作だっていうね、うんうんうん、音声データをちょっといただいて、ちょっとぜひともそれでもう一度ご審査をということで。わかりました、お待ちしております。ではね、この番組、最後になりますけども、今回のね、九州エリアファイナル、代表に決まりました、宮崎のフロアのですね、代表であります THE FUSE の、ライブ映像をご覧いただきながら皆さんとお別れしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。Regret.